3月31日に閉幕した第96回選抜高校野球大会で高崎健康福祉大高崎が春夏通じて初優勝を成し遂げた。主将、箱山春人捕手、3年の存在なくして、悲願達成はなかっただろう。チームを日本一に導き、U18 日本代表候補の強化合宿にも選出されたプロ注目捕手が取り組んだこととは。 高校ならしからぬ堂々とした発言、立ち居振る舞いに毎度感心させられる。日本一のチームで、抜群の求心力を示した箱山。その秘密とは、主将を辞めたい時期もあった。優勝後のインタビューでは本音もこぼした。4番、保守、に加え、新たに加わった役割。新チーム発足直後は秋の地区予選でいきなり破れるなどし、野球が面白くなかった。負担でした。 と振り返るそれでも、勝てるチームを作るために奔走した。特徴的な取り組みの一つは、全員で頭を五輪狩りにしたこと。優勝を決めた直後、今の時代に反しているのかもしれないですけど、と前置きした上で、昭和のような執念。泥臭く、根性論をもう一回大切にしようと提案しました、といきさつを話し、話題となった。見た目だけではなく、 ミーティングを重視して心の一体感も構築していった圧倒的なリーダーシップを誇るが一方的に話すのではなくて引き出しとか考えを自分が提案してそれを討論していくと方法を工夫戦いへの意識を共通認識にするためにやっていますと力説するヒントとなったのは首相にふさわしい男となるために始めた読書だ愛読書は 大千日開放業を成し遂げた塩沼漁巡大アジャリ、アジャリの著書。約千日で地球一周分の約4万キロを巡礼し、9日間にわたって断食、断水、不眠、不がで不動心言10万回を唱える過酷な修行に野球の世界を重ね合わせる。命の危機にさらされる中で、生きることだけに集中することで、思っている以上の力を発揮できると書かれていた。 野球人にとって負けはし、勝つことだけに集中する精神状態を作れば、強い力が発揮できる。仲間たちにも伝え、泥臭く強固な気持ちを共有する集団を作り上げてきた。超ストイックな性格だが、高校生らしい一面も持つ。後輩から、箱春さん、と呼ばれることもあるといい、決勝戦で先発した2年生右腕、石垣は、普段はキャプテンっぽくない。 笑面白い先輩、と明かす。将来的な目標はプロ入りさらには侍ジャパンの正捕手だ言うだけじゃなくふさわしい練習量と結果を残さないと勝つことが捕手としても評価される目下の目標は春夏連覇そのキャプテンシーでさらなる高みを目指すデイリースポーツ間宮陵箱山春人箱山春人 2006年4月26日、17歳。東京都出身、176センチ、83キロ、右投げ右打ち、5歳から野球を始め、中学時代は江戸川中央シニアで全国大会4強。高崎健康福祉大高崎では1年秋から正捕手としてベンチ入り。昨春選抜でもマスクをかぶったが、初戦の報徳学園戦で敗戦。